はい、じゃあ今日は、えーとね、兵庫県兵庫県の公立高校入試の英語をやってみます。長さ的にまあ普通ですね。じゃあ今回もまあ和訳を中心に解、ね、消、えー、していきたいと思います。えー、まず、脚中がフィッシュファインダー魚群探知機フィッシャーズ漁師エミットが出すアプライが応用すると。はい、じゃあいきます。じゃあもうさーっといきましょう。これは、ね、そんなには難しくないのでさーっと読めると思います。いきます。第一段落ね。 えっと、あなたはフィッシュファインダー、魚群探知機が何なのか知ってますかとそれは、漁師さんたちが使うと、使う機械です。えっ、ー、と、海の中の魚の群れグループがを見つけるために使うマシンです。で、その最初の魚群探知機は,は、インベント、発明された、約70年前に。このマシンを使って、とともに彼らは、 えと以前よりもより多くの魚を捕まえることができたと BA ブとは何な,んなんすることができるねでなぜなら彼らはスクリーン上にウェアどこに魚群魚の群れがいるのかを見ることができたからと、はい、これが第1段落ね次第2段落しかしながら古いその古い魚群探知機は一つの問題を引き起こした構座を引き起こすね えー、漁師さんたちは時々、あまりにも多くの若い魚を捕まえ,捕まえた、なぜなら彼らはそれぞれの魚のサイズ、サイズを見ることができなかった、古い魚群探知機はサイズが分からなかったと、魚のね群れは、群れは分かったんだけど、サイズが分からないアザリザード、その結果ね、これ熟語、第一、アザリザード、その結果、魚の数はより小っちゃくなったと、ある地域ではね、そうですね、若い,の若い魚、幼い魚としたら少なくなりますよね。 そして魚、魚、漁師さんたちは十分な魚を得ることができなかったと。はい、で次、ある日本人の男が、ちょっと待って、くしゃみが出る。<laughs> ある日本人の男、あ、フギかね、えー、ドルフィンたちを研究する、これね、ユーストゥは、これ、中学校習うんか。 よくなんなんしたもんだっていうか習慣を表す表現、これユーズとは別,別の表現、別の単語ですユ。ユーストっていう表現があって、よくなんなんしたもんだ、かつてはなんなんしたっていう英語表現。客中がないってことはこう、中学生でもしとかんとけんってことか。かつて、ユースト、ね、かつて、えっ、ー、と、ドルフィンたちを研究していたある日本人の男性がある考えを得たと。その問題は改善、インプループ、改善するために、改良するために。彼は、 ハウどのようにドルフィンたちが最初に早く泳いで泳ぐことができてそして、えー、と魚たち,たちを捕まえるのが上手なのかを知っていたと。でえー、と彼らは、えー、あ彼らドルフィンねドルフィンたちは特別なスキルを持っていると、えー、と音波でハント、まあ、狩猟というのは魚を捕るための特別な技術を持っているとで。ドルフィンたちは、えー、と音の 音波をサウンドウェイブズをエミット発すると何回もと,とても素早くとこれらの音は音波はえっ、ー、と魚に届いて素早く戻ってくるとこの音波はねだからドルフィンたちは簡単にえっ、ー、と魚その魚がどこにいるのか獲物の魚がどこにいるのかをファインで見つけることができると彼らはその形サイズスピードその魚のスピードを見つけ見ることができるよと じゃあそれを魚群探知機に生かしたんですね音波を使ってねで彼は、えー、そのドルフィンの技能をアプライ A t B ね A を B に応用すると魚群探知機に応用したとそれは偉大なつまり大成功だったとサクセスは成功ね今日もしくは今日彼の新しい、えー、と魚群探知機はえっ、ー、とそのイメージ像映像の像ね像が古いやつよりも もうより鮮明にクリア明らかにはっきりと示すことができるとだからフィッシュあの漁師さんたちは、えー、そ,のそれぞれの魚がどれほど大きいのかつまりどれぐらいのサイズなのか大きさなのかさえイーブンさえ見,つえー、と見ることができると彼らがその魚があまりにも若いっていうことがファインで分かれば彼らは魚を釣るのをやめて、えー、と別の場所に行くこれは役に立つと。えーと若い魚を そのの地域の若い魚を救うためにね漁師さんたちはキーパーエンジンを何々し続けるだから何年もの間そこで魚を取り続けることができるよ魚群探知機のおでねじゃあ最後えー、っとしっかりは言ったと海は私たちにたくさんの良いものを与えてくれたと長い長い間ね私は何々したいとアイ l ライクとえ something back to it そうは海ね海に何かを戻したいのですと 私は、まあ恩返しをしたいのですね。私は信じると。私たちは、えっと、自然から、えー、私たちの周りの自然から学,学ばなければならないと。えっ、ー、と、ドルフィンの技能はその例の一つです。例って実例、具体例の例ね、例,ね例の一つです。えー、ドルフィンから私は考えを得た。そして新しいフィッシュファインダーを発明したと。私は、コンティニュアイエンジェル何なし続けるね。 ということは、えー、と役に立つ機会を私たちのデイリーライブズ日々の生活毎日の生活のために発明し続けたいとでもしより多くの子どもた,たちが海を好むなら私の仕事の美こぞためにね私の仕事のおかげでために海を愛する子どもがより増えるならば私は嬉しいでしょうとでえっ、ー、と説問がこうあると説問っていうかここに入る いやつっていうのは後で説明があります。はい。じゃ行きましょう。はい、説明いきますね。<laughs> はい。じゃ行きます。問1。いいかな。えっ、ー、と、ポスターの一番に入るのはどれですかこれはサンドウェーブズですね。ポスターの一番ね。これね。サンドウェーブズね。いいかな。はい。もう、どんどん行きますよ。じゃあえっ、ー、と、問いの一が終わってで、問いの二、えっ、ー、と、二番、三番に入るのはどれですかと。 これはうですね。はじめにプレイスが分かって、次サイズかいい、ね。古いのはプレイス分かったんだけど、3番、あの三番って新しい方ね。新しい魚群探知機はサイズが分かるよと。で、3番。えっ、ー、と、ポスターの A から C に入るのはそれぞれどれですかじゃあ A のところに <coughs> A を入れてください。えっ、ー、とほん、ほんの少しの数の魚を見つ捉えると。A はねあ A。A がね。で、B が A ですね。 えっと、彼らが捕まえたい魚を選ぶことができるよと。で、C に E を入れてください。えー、何年もの間魚を取り続けると。コンティニューに続けるね。いいかな。それが ABC の順番ですね。だからもう一回 A が A、B が A C が E。で、最後の4番。えっ、ー、と、ポスターの最後の4番に何が入りますかこれいいですね。 えー、ペイアテンションというこれ客中がないからこれ知っとかんといけないのか何に注意を払う注目するっていう言い方ねアテンションは注目注意だからということはドルフィンのイルカの、えー、魚を狩猟する狩る技術に注意を払うとっていうやつを、えー、と4番に入れてください、ね、いいかなそれぞれ今の言ったのはこのえっ、ー、と 丸四角1四角2四角 A 四角 a いいかな四角 a、はい、でこっち行ってえっ、ー、と,見る、えー、と丸四角 3B 四角 C4 番ねそれぞれ何が入りますかってそういう問題でしたといいかなそこまではいじゃあかなまあちょっとさっと訳しただけだったですけど結構いい,いい英文ですね ただしまあ、客中が少ないからまあ、単語力は問われますね。単語力、熟語力はね。いいかな。はい。じゃあ、以上です。